去年稲刈りしたところをそのまま水入れて、で買った後の稲がまた育って、ここまでもう育ってますね。でこの1枚だけそういう育て方してるんですが、今年もあのもみから苗作りをしたいと思います。今ここはね、川の水が流れてきてますが、去年収穫したお米に目覚めてもらいます。これで1日つけて、あの中のお米に水分が入っていくと、あの休眠から冷めて、でこれを土にまくと育っていくわけです。さあ育っていきます。でこの浮いてるものはあの何が悪いんで省いてしまいます。さあこの沈んだのにはぎっしり実が詰まってるんで、今年も元気よく育ってくれるか楽しみです。ではでは。